のじゃあ去年に比べてですね、ある相談がすごく増えてるなという風に感じていることがありまして、今回はそれについて動画を撮っていくんですが、まあ、タイトルとかにもね載ってるかもしれません。えー、家族からあのー、先生とか、えー、友達だと思ってた人からまあ、身近な人からっていうケースもあるんですけど、多いなっていうものが家族からですね。えー、特に親からお前がこの高校に受かるわけねえだろうと。 諦めろよそんな努力しても無駄だよと言われますと、まあ、受験生に非常に多いんですが、えー、受験生じゃなくても中間の期末のために勉強しててもあんたが努力して成果が出るわけないじゃないと言われますとかねあの実はこれはまあ例年もありますし、えー、塾講師やってた時もないことはなかったんですよ。でただ、えー、この活動をやってて 今年は特殊だなと思うのののががが早いんですその相談が増えるのがやっぱり受験が近づいてくる11月とかになると親御さんも受験のプレッシャーをやっぱ感じてくるのであの皆さんじゃないですよみんながみんなじゃないですけど親御さんの中に言葉がきつくなったりとか子供に対してね態度がきつくなったりってそういう変わってくる親御さんも実際いらっしゃいます。ですが今年は早いまだ言って9月ですからね。 でこれは個人的な解釈ですけどやっぱりコロナがすごい関係しているのかなというふうに思ってます。うんまあみ学生のみんなもね生活が変わり日々うん普段は感じることのなかったストレスを感じている状況はあると思います。ただ単にもマスクをして登校するだけでもストレスだと思いますしで親御さんも当然それは同じで生活が変わりそして仕事をされている方であれば単純にもう 会社の経営状態がが悪くなって収入が減るとかうんもっと言うとねこのまま下手すると会社が潰れるんじゃないかという状況に置かれてる方も多いです実際それっていうのは将来に対する不安になるのでうんそれで何ていうのかな、まあ、子供にはなかなか見せないけどストレスがすごいかかってるってい親御さんも実際いらっしゃいますしそういう話も耳にしております。 うん、でもでもですよだからといって子供にそんなことととを言っていいいはならなら思うんですこれは親だけじゃなくて友達まあ友達か知り合いだろうと先生だろうと頑張ろうとしてる人のことをバカにする権利なんて誰にもないと思うんですよこれはねなので、まあ、今回のケース正直解決策は自分は持ってないです。ね、実は塾講師の時にも 一回あったんでですよこういういケースがでまだ我々は自分23歳ぐらいの若造で23歳で多分自分その教師長やってたんですけど塾長やってて、まあ、で塾長なんでね、まあ、出てくるわけなんですけどそのあった時に「あのー、ただの塾講師が家庭のことにしゃしゃい出ないでもらっていいですか」みたいなで言われたんですよね。んまあまあまあわかります気持ちとしては。この動画にしてもまあそういったた親御さんが見たら ただのユーチューバーがは何ほざいてんだよと。いやなりますよね。あ,あ思うでしょうと。ああもう結構大いに結構ですと思いながら今しゃべってますがあのー、例えばねえっ、ー、とで今さっきも言ったようにみんなが今苦しんでる状況学生のみんなが苦しんでる状況を、えー、救ってあげることも微塵もでき,できません。多分一1ミリも救えないです。えー、なぜなら、まあ、自分はね本当にその親御さんが言うように一ユーチューバーでしかないですよね。 そばに行って話を聞いてあげることもできないですしその家庭に対して何か言うことももちろんできないですででもやっぱり今回この動画を撮るかどうかもちょっと迷いましたけどでもこの動画を見ることによって何かちょっとでも頑張ろうっていうきっかけになるんであればと思って今、まあ、撮ってるんですけどでも実際ねやっぱ言葉っていうのはすごいパワーがあって。 あのー、エネルギーにもなればプラスのエネルギーにもなれば刃物みたいに簡単に刺せるんですよ言葉で。わかりますすよねイメージするでしかも、えー、プラスの言葉マイナスの言葉、まあ、刺さるのはマイナスなんですよね。どんなに例えば自分が何か言ったりとかみんなにね友達がいて友達が相談乗ってくれて何かね励ましてくれたとしてもやっぱり、うん、刃物のような言葉の方が え攻撃力がが高いので、うん、そっちが残っちち残ゃうんですよねしかも家族に言われてるってうのとそれが日常的だから今日だけじゃないから明日も明後日も続くんだっていう風になってどん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 絶望していっちゃうしそれを考えると勉強に集中できないっていう悪循環になっていってる、ね、そんな子もいると思います。で自分がねまず思ってるのはその、まあ、いろんなケースがあるんで全部には該当しないとは思うんですけど まず、例えば高校卒業したとかいつか時期は分からんけどいつかは家から出れます、はい、親が援助しないと言われても自分でバイトして、ね、生活費くらい稼いでやるよみたいな心意気でぜひ出てください、家から、はい、身近にいていいことは何もないですねと思ってますだから、いつかは離れられるですこの言い方はよくないかもしれないですけどでもそう思ってほしいです。 うん、まあ実際離れた後に親子関係が修復するっていうのもあるはあるんですよ。近くに居すぎるからぶつかるっていうケースもあるのでまあそれをね期待してるわけではないですけどでも単純にねみんなが、うん、その親御さんの近くから離れることで生活は大きく変わるすいつかは変わる。だから「大抵て」っていうのも違うんですけどでもいつかは変わるってことは やっぱり改めてて伝えておきたいいなと思いますであのー、そういったこと、まあ、今回のねこういった不安あとケースだけじゃなくて例えば友人関係のこじれとか、まあ、もしかしたらね彼氏彼女恋愛のこじれとかもあるかもしれません何か悩みがある時っていうのは、えー、集中できないですよね勉強をしててもそのことが頭ですぐ浮かびます自分もそうです仕事にしてもそうですけどあのー やらないでさ一歩も進まずにその場でとどまっている方が不安になるでしょ結局だからやるしかないよ進むしかないよ結局はでもし、あのー、勉強しててもねこうどうしてもこう考えちゃうとか、まあ、考えちゃうのはしょうがないんだよ、ね、考えちゃうのはしょうがないの考えないようにすら無理だよそれは、えー、とすごい緊張しちゃうタイプの子が試験の時に緊張しない方法を教えてと同じ違うんだよ緊張しちゃうんだって緊張も肩組んで連れていくしかないんだよそれは。 で今回の場合は例えば勉強机け座ってるじゃん。で自分もよく言うけど、まあ、最近ね集中あんまできないとか思っちゃう方もしいたらちょっと参考にしてほしいんだけど今から勉強しようと思った時に次の休憩までよそれどこまでやるかっていう量で改めて決めてごらんそれを少なく見積もって少なくていい2ページとか3ページいつもはねいつも3ページできてたから今日も3ページじゃなくていいって今日は気持ち的になんかね落ち込んでるとか思うんであれば たたっった問でもいいいいじゃんいいんだって進むことに価値があるってだからその自分のね今日勉強今からやろうと思った自分のコンディションをちゃんと自分で見つめてあげて自分が一番分かるからで今日はちょっとこうだからここまでやるひとまずここまでやって丸付けして確認してで休憩しようってでそのやった時にあ3問終わってね3問と決めて3問終わって いやまだいけるちょっとまだ行けそうだなってまだ行けそうって思ったらまだ行ってもいいじゃんでもそこで休憩しちゃって構わないんだよ3問やるって決めて3問やってんだから自分で決めたことをちゃんとやりきることに非常に価値があるいい周りが3ページずつやってるから私も3ページいやわかるよ周りが3ページやってるのに私3問だったら不安になるよねなるけどでもずっとずっと同じテンポで走り続けるのは難しいってしかもそういう状況なんだから他のことは違うんだから 悩みに大きいも小さいもない悩んでるんだったら悩みなんだそれはいいだからそんなちっちゃなことであ今回ね例に出したのは全然ちっちゃくないよ大きな悩みだけれどもしそういうね今回のことじゃなくても何かちっちゃなこと自分がちっちゃなことと思ってる悩みであってもそれは悩みなんだからいいんだよいいなんか自分のことを自分のことを卑下するのって簡単なの下げるのってこんなちっちゃなことで悩んでる私もダメじゃんとかね3問しかできない私ダメじゃんって 揚げ足取ろうと思ったらいくらでも取れるよ一番簡単だから自分のこと揚げ足取るのはでもそれをやってたらかわいそうだよ自分がいいかいもし揚げ足を取ってしまう癖があるんだったら揚げ足を取った分だけ褒めてあげて3問やるっつって3問やれたじゃん私ってどうしても褒めきんなかったらいいよ俺が先に取ったらわ3問でも褒めてあげて俺がいつも言ったからハイチもそう言ってたしって思ってやってえそういう時だけハイチ使ってやってぜひ でうまくいかなかったらハイのせいにしていいからあいつっつっていいよいいよもうコメント欄に書いてもらってもいいそれでももし受験うまくいかなかったりした時にもう俺に当てても全然構わない受け止めるよそれはいいでもやっぱりしんどい時期だしこれからもっとしんどくなるんだよ受験近づいてくると今9月だけどねまだもっともっとしんどくなるよごめんちょっと辛いかもしれないけどでも事実だ辛くなってくるその時にやっぱり今のこの辛さをどう自分の中で こう連れていくか不安とか辛い状況をそれを肩組んで肩組むってもあれかもしんないけどでも連れてってお前らをねどっか池にはできないから一緒にそれを持って私はこの受験を戦っていくんだテスト勉強を戦っていくんだってそれをうまく処理するというかうまくやっていくことで悩みとか不安が大きくなっても対処できるでもここで目を背け続けちゃってね その大きい不安が大きく大きくなって目を背けられなくなった時に対処できないんだよね諦めるとかもっといくともう生きてるのが無理もう死のうみたいなふうになっちゃうでそうはなってほしくないし今年コロナだから学生のみんなもそうなりやすいからきっとねだから今回こういう動画を撮らせてもらいましたあの冒頭にも言ったようにね何の解決策にもなってないのは重々承知してます、はい いち YouTuber ごときがと何喋ってんだと思われる気持ちも分かっていますが、えー、今回話したのが自分の本心ですぜひね、あのー、自分は動画を撮ることでしか、えー、みんなを応援することというかができませんけどでも、えー、0より1動画を何も撮らないとかするよりは撮ることが自分は1だと思ってますそれで何かを感じてくれる方がいると信じてますので私は私のできることをやっていきます是非 みんなもねみんなそれぞれのペースでみんなが今できることを一歩一歩一つ一つやっていってもらえたらと思います、えー、ぜひちょっと生意気な言い方になりますけど一緒に頑張っていきましょう心から応援します